皆さん、初めまして、学生広報大使トークライブ第2弾受験生応援編にご参加いただきありがとうございます。これから、医学部医学科編を始めていきたいと思います。今回は高校生の皆さんからいただいた、ご質問にお答えしながら、私たち群大生が、受験体験記などを話していけたらと思います。私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひ YouTube のチャット機能を使ってどんどん、質問してください。それではまず今日来ている群大生の自己紹介からいきたいと思います。じゃあ、はじめの岡田さんからいきましょう。はじめまして、こんにちは。私は群馬大学医学部医学科3年の中里ゆりと申します。私の出身地は福島県で、部活動は FBO というジャズなどを演奏するビッグバンドのサークルに所属しています。アルバイトは塾で、家庭個別の先生をしてまして、今は大学近くのアパートで一人暮らしをしています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ大塚に行きましょう。皆さん、はじめまして。同じく医学科3年の大津圭吾です。私の出身地は、栃木県です。サークルについては自主ゼミサークルエッグというところに所属しています。今は大学の近くで一人暮らしをしています。アルバイトは特にしていません。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私は、群馬大学医学部医学科4年の有馬弘樹と申します。出身地は群馬県で前橋市です。県立前橋高校出身です。サークルは、フローオーケストラというサークルでオーケストラをやってます。トロンボーンを吹いてます。でアルバイトは家庭教師を週に2回やってます。で、前橋高校出身なんで実家に暮らして、そこから、大学に通ってます。今日は司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは天野くんいきましょう。はい、皆さんこんにちは。医学科2年の天野智明と申します。出身は東京で、東洋医学研究会という漢方の勉強をする、部活に所属しています。アルバイトは個別の教師をやっています。で、その本当にすぐそこに一人暮らしを家でさせてもらってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこの4人でやっていきます。緊張してますか？大丈夫ですか？ぜひね、参加者の皆さんも YouTube のチャット機能を使ってどんどん、話していただければと思います。皆さん、チャット機能使えますかね？なんかこんにちはとか、あ、おはようございますか、今なんか打っていただけるとありがたいかなと思うんですけど、どうですか？言ってください。よろしくお願いします。じゃあ、質問とかあったらね、自由に、書いていただければと思います。それに答えていきます。じゃあ、とりあえずね、事前にいただいている質問から答えていきたいかなと思うんですけど、やっぱり、ね、受験生の皆さん、受験の時の勉強とかどうしてたのかなって気になってると思うんですけど、みんなのね、受験の時の勉強法とか聞いていきたいかなと思うんですけど、どういう勉強してましたか？じゃあ、中田さん、どうですか？はい、受験の時の勉強法、そうですね、自分は理系科目が苦手だったので、数学と、物理科学をメインで勉強してたっていう感じで、国語とかはだいぶおろそかだったっていう感じです。理系はね、結構大事な科目だからね。いや、国語も大事だと思います。国語も大事な。そうかそうか。例えばその理系のどういう勉強をしてた、なんか参考書とか使ったりしてた？あ、そうですね、結構自分で参考書をいろいろ本屋さんでペラペラ見てやったりとか、通ってた予備校でもらった教材とか使って勉強してました。なるほどなるほど。じゃあ天野くん、2年生どうですか？僕が受験生だった時は、
ほとんどの教科まんべんなくやってたんですけど、センターにしか出てこない科目って言っていいのかな、国語とか社会とかセンターでしか使わないような科目っていうのは、まあ、そのセンターで使う分程度にとどめておいて、どっちかというと二次対策、筆記試験の対策を重点を置いて勉強しました。なるほど、まあね、二次試験の方がちょっと難易度というか、まあ、共通試験センター試験よりちょっと難しいっていうところもあるからね、まあ、その勉強をして、まあ、それもセンターの勉強になるみたいな感じかな。じゃあ大津くんも聞いていきましょうか。どうでしたか。受験の時は、推薦入試だったので、うん、まあ、センター試験とかその後の試験のことも考えつつ、まあ、並行して推薦入試の勉強をするような感じでした、うん、なるほど。例えばその推薦入試に特化した勉強っていうのかな、対策って何かしたりした？先生、うん、学校の先生と面接の練習をしたりとか、うん、群馬大学のホームページに過去問が、載っていると思いますので、うん、それで、どんなふうな傾向の問題が出てるのかっていうところを、うん、勉強していました。なるほど。確かに、ね、面接はね、推薦入試も一般入試もありますから、ね、結構大事、対策は大事。じゃあどうしましょうかね、次の質問に行きたいと思うんですけど、何か気になる質問とかありますか？中里さんか、これ答えられるって質問これ答えられる、あれですか、今勉強方法とかについての方がいいですかね、うん、何でもいい、まあ、何でも受験とか、あ、受験とか、じゃあこの時期のおすすめのタイムスケジュールを教えてくださいという質問を事前にもらってたので、それについて答えようかなと。タイムスケジュールというスケジュールまで細かく自分はそんな決めてなかったので答えられないですけど、自分がすごい意識してたのは生活リズムを崩さないってことはすごい意識してて、朝起きる時間と夜寝る時間だけはきっちり守って、夜更かしとかせずに毎日ちゃんと頭を働かせられるようにしていました。睡眠時間ね、やっぱり大事ですよね。知識の定着のために睡眠はしっかりとりましょう。じゃあ大津くんはどうでした？どういうタイムスケジュールで勉強してましたか？僕もタイムスケジュールと言われるとあんまり決めていなかったところではあるんですけれど、やっぱり睡眠をしっかりとる、うん、朝ごはんはきちんと食べる、うん、っていうところで生活のリズムを整えていって、うん、やっぱりこの時期というとやっぱり推薦だともう直前期だと思うので、その推薦のやっぱり英語とかそのあたりが大切だなと思っていたので、うん、その、勉強の時間を多く避けるようにタイムスケジュールを考えていました。なるほど。言いたい、 いや、コメントにですね、古典は単語を覚えればなんとかなりますかみたいなのが来てるんで、確かに、そう、それに答えていい、なんでせっかくなんでそれに答えられればなみたいなことを思ってたんですけどじゃあどうですか、古典の単語、古典の単語、まあ、医学部なんで、まあ、おそらくはセンター試験、まあ、今年からだと共通試験でしたっけ、うん、そうだ、共通試験についてはちょっとよくわからないんですけども、まあ、古典の勉強、まあ、僕たちがセンター試験だったところは、まあ、単語を覚えればなんとかなるって言われるなら、まあ、なんとかなるっちゃなんとかなるんですけど、まあ、あくまで単語を覚えきるのがまあ最低ラインということなので、まあ、そこから、まあ、例えば過去問、センター試験だったら過去問を解いてみたりとか、まあ、なんか古典講座みたいな、例えばなんか難しい国語がある、まあ、大学、例えば東京の T 大学とかなんですけども、ああいうところの問題を解いてみるとか、おー、すご
多いな。まあ、あのとりあえず解いてみて分かんなくても答えを読んでみるとかそういうのだけでも結構勉強になると思うので、まああのセンター試験なり共通試験で国の単の漢古典か古典をやるときに、まあ、単語だけ覚えればっていうのはちょっとなんとかなるっていうのはちょっと少し甘いかなと頑張ってもうあともう一個ぐらい踏み込めれば多分安定していい成績が取れるんじゃないかなと思います。なるほど、なかなか鋭い意見ですけど確かに古典の単語を覚える、その先で、まあ、問題を解けるようになるっていうのは確かに大事かもしれませんね。なるほど、いいですね。コメントいただいてありがとうございます。じゃあ次の質問いってみましょうか。小論文対策方法とかどうしてましたかっていう質問があるんですけど、まあ、今年、まあ、あの最新の入試制度についてはあのホームページとかあの入試のね、あの要項とかをしっかり見ていただきたいんですけど、まあ、自分たちの時は小論文でしたね。小論文、長い英語の文章があってそれに答えましょうっていう問題があったと思うんですけど、結構独特、軍大独特っちゃ独特かなと思うんですけど、まあ、どうに対策してましたか。大津くんどうでした。まあ軍大に特化した対策というよりかは、うん、英語に関しては本当に日頃の積み重ねで、うんうん、他の、問題集であったりとか、うん、まあ、それこそセンター試験とか二次対策とか、うん、まあ、そういったところをやっていくことによってセンター、こう推薦入試の英語の対策も同時にできるんじゃないかなと思って、うん、あまり特化した、英語の勉強っていうのはしていなかったかなって思います。すごい、それで乗り切った。そうですね。すごい。で、中里さんとかどうでしたか。私も軍大の小論文に対する対策はしなかったかなって感じですか。英語の文章っていう小論文というよりかは英語の長文の読解っていう感じだったので。そうですね、他の勉強、英語の勉強をしながら、まあ、積み重ねてきたものでなんとか乗り切ったっていう感じです。なるほど、なるほど。じゃあ天野くんもお願いします。英語は僕そこまで英語が強いってわけではないんですけど、うん、普通にまあ、勉強のいわゆるまあ、塾でやるような勉強だったり予備校でやるような勉強だったりっていうのを普通にやっていけば全然読めるし、ただちょっと量が長いから、まあ、読むのに疲れてしまってたんですけど、まあ、その読むのに疲れてしまうとこだけなんとか、まあ、試験、まあ、センター試験共通試験終わった後にちょこちょこっとやってっていう感じで、まあ、試験対策ってほど対策じゃないですけど、まあ、そんな感じでやってました。なるほど。なんかね、結構みんなそこまで特化した対策をしてなかったんで俺とか結構まあ、前たかって結構軍大志望の人多いから、うん、まあ、その分ね高校も対策してくれてて、でまあその中でその、まあ、小論文を読むために何かその科学雑誌とかをなんか読んで、その科学の知識とか、まあ、医学系のなんだろうな知識とかっていうのをなんか入れといた方がいいよって言われて、なんか10月とか11月とかの、ね、昼休み、学校の平日の昼休みに図書館に行って一人日向で読んでたなっていう思い出はあるかな。結構そういうところでなんかプラスアルファの、ね、知識をつけると、もしかしたら、ね、同じ文章が、出てくるかもしれないから、なんかそういう対策もしてみるといいかもしれないです。はい、確かに事前知識あった方が読みやすいですもんね。そうね。はい、じゃあ次の質問に行ってみたいと思うんですけど、大津くん何か気になる質問ありますか。そうですね、ね、コメントでもぜひぜひ質問の方受け付けてますんで、どんどん書いてほしいです。ね、
どうですか。いつ頃から本格的に受験勉強を始めましたかという質問を、ちょっと皆さんに聞きたいなと思います。うん、なるほど。天野くんどうでしたか。あ、僕ですか。はい。僕は一応高校2年生の夏に、うん、あまりにも成績がひどいということに気づき、まあ、そこから勉強を始めたんですけど、だからそので受験勉強に本当に特化し始めたのは高校3年生からですかね。高校2年生の間はあまりにも低迷していた成績を、まあ、一般人レベルまでには引き上げるという作業をしてました。うん、なるほど。中田さん、私は浪人1年間浪人しているの で高校生の時は全然勉強しなかったので、浪人の1年間だけ本気で勉強したっていう感じです。1年間スパートをかけた。あ、1年間、はい、気合い入れました。はい、1年間の集中がすごかった。はい、そういうこと。大津くんはどうでした。いつ頃から、まあ、個人的には、受験勉強を始めたっていう、こうシームレスにこう移行していっちゃった感じがあって、まあでも本格的に受験を意識し始めたのは高校3年生のあたりかなっていう感じですか。なるほど。俺とかは、まあ、一応推薦入試を見据えてたから、なんか高校1年生の時から定期テストとかしっかり取っておいた方がいい。まあ評定とかね、まあ普通に積み重ねのところもあるから、高校1年生の定期テストもしっかりやって、まあそこからね、どんどん、まあ、ちょっとずつ過去問とかセンターの試験とか見ていって勉強したかな。まあ、高校に入った時から割と受験は意識してたかなって思います。はい。あ、結構コメントが来ていますか。見てみましょうか。あ、すごいいい質問がありますね。群馬大学で学ぶことによってどのような医師になりたい、あるいは、専門を習得されたいと考えていますか。これあれですかね、群大、まあ受験っていうところとはまたかけ離れますけど、多分面接とかで聞かれるのにどういうふうな答えがかなとか、そういうのじゃないですか。重要ですね。どうですかね、どういう医師になりたいとか専門とか、まあまだちょっとあんま決まってない人もいるかもしれないですけど、まあ漠然としたところでもね。で、大津くんどうですか。専門はやっぱり今のところ、うん、まあ、絶賛迷い中っていうところで皆さんと同じところだと思うんですね。まあ、どのような医師になりたいかというところでは、まあ、やっぱり患者さんをきちんと一人の人として見るっていうところで、でも患者さんに寄り添うって本当にどういうことなのかっていうことをきちんと考え、その時その時で考えていく、いけるような医師になりたいなというふうに思います。なるほど、なるほど。まあ実習とか行ってもね、そういうふうに考えなきゃなって思う時もあるからね。確かに。中里さんどうですか、まあ、受験の時にどう考えてたとかもあれですけど、今もどうですか。そうですね、まあ私もまだそういう専門とかは全然考えどうしようかなとかいうのはすごい漠然とはしているんですけど、やっぱり誰かを助けたいとかそういう思いで、まあ受験生の時から勉強してこう今医学部に来ててっていうことはあるので、きちんと、まあ大津くんが言ってたみたいに、その患者さんときちんと向き合えるようなお医者さんにこれから実習などを通して、人として成長していきたいと思ってます。人として確かに重要かもしれませんね。天野くんも一応聞いてみましょうか。どうですか。振られちゃいました、ね、2年生だからね。前のお二方がなんかものすごく真面目なことをおっしゃっていて、ちょっと僕としては笑顔でにっこり何も考えてませんと言いたかったんですけど、ちょっとなんかそういうことを言えない雰囲気になってしまったのが、ちょっとなんというか
きついですね。まあ、まだちょっとただ、まあ、あのやっぱりちょっと2年生なんでまだちょっと全然あの専門とかについてはわからないっていう思いが強いのと、どんなお医者さんになりたいかって言われたらやっぱりあの、まあ、一応まあ人の役に立てるような人になれたらいいなっていうのが、まあ、根底にはありますね。はい、なんか患者さんのについてどうとかそういうのはまだやっぱりちょっとやっぱり実際に対面してみたりとかそういう実習に行ってみたりとかしないとちょっとまだなんかそういう意識は自分じゃつかないのかなっていうのをうっすらと感じてます。はい、まあ、学年が上がるごとにね、患者さんというか、まあ、実習とか得たりね、いろんな、まあ、勉強とかもしていく中でいろんな知識が身についたりそういう気持ちとかもついていくのかもしれないですね。最高学年の有馬さんにちょっと聞いてみたいんですけど最高学年って言うとまだ4年生6年のうちのね4年生ですけど、まあ自分は割と何だろう、高校生の時からまあ医学部目指してたっていう時からまあ救急とか、まあ、外科とかに興味があって、まあそっちの方面にまあ進みたいなっていうのは受験の時から言ってました。だから結構みんなね、あの学年のみんなとかに聞くと全然何かになりたいとか決めてないっていう人が多いんだけど、自分は結構決めててっていうか、でもまあそれもね将来どうになるか分かんないから、うん、まあ、結局はまあその自分のまあ力っていうか知識だったりまあ能力だったりをまあ人のためにだったり、まあ、その患者さんの治療のために、まあ、何か役に立てればいいかなっていうところで、まあ、そういう自分の力を自分なんだろうまあ結局は人のためにっていうところなんだけど、まあ、そういうことができたらいいかなっていう感じなんで、まあ、そんなに変わらなかったねなるほど、うん、そんな感じです。はい、質問いただきありがとうございます。じゃあ次の質問に行ってみましょうか。また受験の時の質問に戻りますけど、推薦の小論文は何割ぐらい取ればいいか分かりますか？これは分かりませんというところですまあ実際に点数がね公表される、はっきり公表されるっていうことはあんないかな感じなんで、まあ、しっかりね、あの過去問とか解いてみて、まあ、模範解答とか、まあ、もしあれだったら学校の先生とかね、塾の先生とかに、まあ、採点してもらって、まあ、そういった中でしっかり取れていけば、まあ、本番でも取れるんじゃないかなって思います。どうですか、皆さん。こんな感じですか。ね、全然目合わせてくれないですけど、はい、じゃあ、はい、次の質問に行ってみましょう。はい、浪人の夏休みが終わった時に軍大の模試判定は良かったのですかっていう、これはあれですかね、私が答える質問です。はい、ありがとうございます。ですね、私が群馬大学を受験しようと思ったのがセンター受けてから、まず群馬大学っていう存在をそもそも頭に入れてなかったので、模試に書いたことがなかったのでこの質問にちゃんと答えることはできないんですけれども、先ほども言ったように私はその浪人の4月から勉強したと言ってもほぼそこから始めたっていう感じなので、多分夏休みの時にまあ、軍大をその模試の志望校に書いてても、まあ、判定は良くなかったと思います。おー、そっかそっか。2人が、まあ、現役かな。現役です、うん、なんだろう、模試の志望校に軍大って書いてた、書いてない書けない、書けない、推薦入試ですか。あ、推薦入試か、ちょっと特殊かな。なるほど、まあ、確かにそうだね。自分はまあ結構書いてた、第一志望で書いてたんですけど、まあ、最初の方はまあね、あの結構高校1年生の時から頑張ってたから、まあ、模試の判定良かったんだけど、ちょっとどんどん下がってきて最後らへんやばいかなって思ったんですけど、まあ結局はね、模試の成績と入試の成績は関係ないというか、本番どれぐらい取れるかっていうところにかかってきますから、
ね、本当に最後らへん僕 E 判定とかバンって出てきてうわやばいってなったんですけどまあ実際こうやって受かってるんでね、入試さえっていうかな勉強しっかり積み重ねて頑張っていけば大丈夫だと思います。待ってますキャンパスで。はい、ということで頑張ってください。質問ありがとうございます。はい、じゃあチャットの方の質問こんな感じですかね。ぜひぜひ皆さんこれからもチャットの方に書いていただければと思います。じゃあまた事前にいただいた質問の方に戻りましょうか。何か気になる質問は天野くんありますか？いや、医学部を目指した理由っていうのをさっき聞きたいなと思ってたんですけど、ちょっともうなんかすでになんかなんというかさっきの話で少し聞いてしまった感じがあるのでそうだ、ね、どうしようかなと、まあ、迷ってるんですけども、まあ、結構受験生も聞きたいところなんじゃないかな。医学部って結構特殊というか、まあ、医師に、まあ、必ずしも医師にならなきゃいけないってわけではないけど、まあ、結構そういう人が多い中で、まあ、またね大学受験っていうのが、まあ、その後の人生を決めていくっていうこともあるかもしれないから、どうかね医師っていう職業とか医学部を目指したきっかけ的なのって何かありますか？どうぞおつくん。僕が医師というか医療の道を意識し始めたというか、うん、まあ、そういう道に進みたいなと思ってたのは中学2年生の時で、うん、祖父が、亡くなって、うん、まあ、それを受けて、まあ、医療の道に進みたいなって漠然と思い続けてきて、うん、まあ、その時の英語のスピーチがありまして、中学生の時にその時にもう医師になるぞって言ってしまったっていうところもあって、まあ、でもそれで進んできて、うん、まあ、いざまあ高校に入って、まあ進路を決めていくっていう段階になった時に、うん、やっぱり医師になろうっていう思いが強くなって、この道に、うん、まあ、医学部を目指し医師を目指してここまで来たっていう感じです、うん、なるほど、そういうきっかけがあったということで。中里さんどうですか？自分は結構小さい時から小学生ぐらいの時からなりたいなって意識はしてて、っていうのはこう自分の周りに医療の現場で働いてる人がこう近しい人でいたから、まあ多分憧れみたいなのがすごいあって、まあ小さい子って影響されるじゃないですか。だからずっと小学校の先生かお医者さんになりたいみたいなのをずっと思ってて、そのまま、まあ、そういう憧れとか自分もなってみたいっていうので結構きっかけはそういう感じでした。なるほど、なるほど、はい、ちっちゃい時から、まあ、周りの影響というかね、まあ、もしかしたらというか学年の 中にもね、まあ、お父さんお母さんがお医者さんだったりとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがお医者さんだったっていうこと、医師だったっていうことを人もいますからね、まあ、そういうきっかけもあるかもしれませんね。天野くんどうですか？なんか周りがものすごく真面目な理由を述べのおっしゃっているのが本当にちょっと心苦しいんですけど、なんか前回も見てくださった方は多分このハゲ頭にね記憶があると思うんですけど、あ、すいません、まあ、その時に僕都内の、まあ、某進学校出身だという話をしたと思うんですけど、周りがみんな医学部だ、まあ、某 T 大学だっていう感じで、もうみんな受けるみたいな、そんなノリだったので、あれ自分も受けなきゃいけないみたいな感じで自分も受けて、 で実際センター開けてみたら、なんかど絶対に何だろう、浪人はしたくなかったので、まあ、受かるとこ探そうって言って、で受かるところで受けた、受かる医学部を探して受けたって感じだったので、なんというかちょっと、まあ、実際のところ本当に面接とかで医学部医師を目指した理由は何ですかって質問に対しては考えるのものすごく苦労したんで、まあまあ、こんな理由でも、まあ、医学部には受かるよっていう、まあ、ちょっと、まあ、まあこれをここで言っているのかどうかわからないんですけども、まあ、そんな感じの、まあ、人もいるよということで、まあ、そんなに
まあ、理由が決まってないからとかそういう迷ってる人は、まあ、とりあえず頑張って挑戦して受けてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、なるほど。まあ、高校生の時、まあ、なかなか高校生で決めるっていうのも難しいからね。だから、まあ、まあ、はい、まあ言ってみればその、まあ、その高校生の時から目指してたとしても、まあ、目指してなかったとしても大学に入ってからの心構えというか授業を受けたりしていく中でどうに、まあ、どういう医師になりたいかなったりどういう、まあ、今後の人生を歩んでいきたいかなっていうことを、まあ、考えていくのが重要というか、まあ、そういうこともね考えられるからね、そういうことも重要かもしれませんね。一応大学に入ってから考えるっていうことも重要かもしれません。そういうことも考えられますという感じですかね。はい、またあれですかね、あの質問の方がチャットに来ているのでそれに質問、答えていきましょうか。コロナ禍ですが、実習や活動で、影響がどのように出ていますかっていうことなんですけど、まあそうですね、まあ、まあ大学生だからサークルとかねいっぱいやってますし、まあそういったところから聞いていきましょうか。じゃあ中里さんどうですか。そうですね、まず実習っていうことだと、うん、あの、まあ、実習っていうと私たちの学年だとなんだ実験みたいな実習なんですけど、密を避けたりとかをするためにだいたいどの実習も例年の半分とか、まあ、6割ぐらいにカリキュラムが半分にしてされてっていう感じで、でその実験室の中でこう密にならないように人を1回の実習の時間で人数を減らしてっていう感じになっているので、例年よりできる実習の数が、まあ、少し減ってしまっているっていうことは多分どの学年もあるのかなって思います。あと活動、部活動のことかなと思うんですけど、部活動も自分はあの室内であの活動する音楽系の部活動なので、どうしても練習する 日数がいつもより減ってしまっているという状況です。まあ、少なからず影響は出ている、うん。まあ、実習とかね少なくなったりしてるけど、その中なんかどうですか実習、まあ、前の年に受けてたわけじゃないんでなかなか比較もできないと思うんですけど、なんか実習の質とかどうですか大津くん。そうですね、実習の質というところで言うと、まあ、先生方もよくそのカリキュラムというか、実習が少なくなってしまっている中でも先生方がよく考えてくださって、うん、きちんとこう学ぶべきところをきちんと学べるような実習を組んでくださっているので、うん、まあ、質というところでは、まあ、大差はないのかなというふうには感じます、うん。そうですね、まあ、実習、まあ、なかなか大変な時期ですけど、まあ、先生方もよくいろいろ考えてくださってますし、まあ、学生の方からもねいろいろ、まあ、実習こういうところ直した方がいいんじゃないかとか、こういう実習した方がいい、あ、こういう実習だったらもっと、まあ、学生喜ぶよとか、まあ、もっと勉強できるとかっていうね意見とかも大学の方にまあ言わせていただいたりもしてるので、まあ、そういった中でね、まあ、大学全体でまあいい実習とかいい、まあ、授業とかを作っていってるんでね、まあ、そういった感じですかね。まあ、コロナ禍でも頑張ってますっていう感じです。はい、質問ありがとうございます。じゃあ次の質問いきましょう。軍大は第一志望でしたか、他に受けた大学がありましたら教えてくださいということですが、まあ、さっき聞いてた感じだと第一志望じゃなく人が結構今回は多い感じなんですけど、まあ、他に受けた大学とかねどうなんだろうな、まあ、直接あれですけど、まあ、ぼやかしながら聞いてみたいんですけど、中里さんどうですか。他に受けた大学としてはあの首都圏の私立の大学を、うん、まあ、3個4個ぐらい受験したっていう感じで、うん、国立はここの群馬大学に行けるって感じ、うん。なるほど。天野くんはどうでした。僕もあの東京都の、まあ、にある、まあ、私立の医学部を1校か2校2校かな2校ぐらい受けた気がします。はい、なるほど。私立の医学部を、医学部、私立医学部ですね。うん、中里さんは医学部、あ、医学部も受け、あ、医学部
が多くて、でも薬学部も受けたような気が忘れた、受けました、なるほどなるほど。大津君は推薦ということで実際にまあ受けてないかなと思うんだけど、何かまあ考えてた、考えてたところとか。そうですね、まあ推薦なので第一志望というかそういうところではないと思うんですけれども、まあ考えてたところとしては関東地方とか、まあ、東北地方の医学部、国立大学の医学部が、まあ、受けようかなと思っていて、まあ、私立は、まあ、家庭の経済的な事情もあって、まあ、受けることができないので、まあ、国立を目指して頑張って、まあ、私立の方は医学部ではない私立大学を受けようかなというふうに思っていました。ただ、まあ、推薦で群馬大学に取っていただいたので、まあ、群馬大学ありがとうございます。という感じで終わったです、ね。はい。はい、あ、僕も僕あれなんですよね。あの推薦落ちたんです。実は推薦入試も受けてたんですけど、そう不合格で。まあ、なんかちょっと悲しいなと思いながら、まあ、最初その前期入試のね出願の時軍大じゃないとこを書こうかなと思ってたんですけど、センターがあまりにも取れなかったのでまあその推薦入試の勉強の中で、まあ、小論文とかね二次試験の対策もしていたので、これだったらまあその二次だったら解けるって思って、まあ、軍大にそのまま出願したんですけど、まあその時に一緒に受けたのが、僕は私立の、まああれですかね、首都圏の方の、大学を1校センター利用で1校と、あと普通に受けに行くので1校っていう、結構絞っていきました。まああとは医学部じゃなくて理工学部とかね、理学部っていう、まあ、そっちの方にも興味があったので、まあ、僕んちも家庭の経済的事情的なところで私立の医学部は厳しいかなっていうところで、まあそういう、まあ、選択をしていましたね。なかなか、だからもし軍大で不合格だったらどういう人生だったんだろうっていうのは今でも思うんですけど、まあそういう感じでしたって感じです。はい、質問いただきありがとうございます。まだまだ、質問の方チャットの方で受け付けてますので、これからも、どしどし、書いていただければと思います。はい、じゃあ次の質問いきましょうか。なんかありますかね、学生生活とかに入ってきますか、うん、どうですか、なんか気になる質問中里さんありますか。なんか 2,3 個似たような内容で質問もらってたのが、医学科はバイトとかサークルに入ることは難しいですかとか、忙しいですかっていう質問をもらってたので、これに答えていこうかなと思います。バイトとかね、部活、サークル、そうですね、どうですか。入ること自体は部活動に 入ることもその他アルバイトすることも、うん、十分可能だと思います、うん、結構学年でも多くのほとんどの人が多分自分の学年だと部活動には入ってて、うん、アルバイトしてる人も多いかなっていう感じで、自分もアルバイトとサークルには入ってて、うん、そうすると週に3日から4日はそのバイトと部活動に、まあ、放課後を時間使ってたりするので、うん、まあ、もちろんこう試験期間とか忙しい時期になると、まあ、ちょっと減らしたりとか自分でコントロールはするんですけど、全然両立とかは可能かなと思いますが、うん、なるほど、どうでしょう天野くんはどうですか。本当は足りなく、足りなくならないって言いたいんですけど、まあ、実際このバイトと部活をやりすぎて、まあ、試験の追試になった人を見てるのでなんというかちょっと、まあ、必ずしも、まあ、
十分ではないかな。まあそ、まあ、聞いた話によると、まあ、その子はその、部活やってバイトやって実感がない試験前に普通に遊んでたということなので、まあ、それは落ちて叱るべきかなと思うんですけども、まあちゃんとそこで、まあ、遊ばずに勉強できれば普通に受かると思います、うん、でなんで多分大丈夫です。なるほど、はい。まあ、何でも自分で自己管理っていうのが大事なんですかね。アルバイトの時間も管理して、まあ、サークルとかも自分でやってることですからね。自分で管理しながらで遊ぶ時間もね、まあ、大学生ですから遊びたいなっていうのは思うんですけど、まあ大学生の本分は、まあ、学習というか、まあね、勉強も本分ですので、しっかりそこら辺もわきまえてみんなやってるかな、やってるかな、やってますね。という感じです。はい、じゃあ次の質問、何か大津くん気になるのはありますか。はい、うん、入学後に行われる合宿とはどのようなものですかという質問が。すごいですね、この質問を書いた人、ね、入学後に行われるものについて知ってるっていうのは、なんか内通者か何かかなと思うんですけど。どうですか。これは、まあ、入学後すぐですね、うん、その入学式のすぐ後の週末に、伊香保温泉の方の旅館の方に行って、まあ、1泊2日ですかね、うん、で、まあ、合宿をして、まあ、新入生同士のつながりを深めるというところの合宿だと思います、うん、で、どうですか、他の人は。どうでしたか、どうでしたか、合宿やって。僕が1年生の時に行って、その2年、本当は2年生も、まあ、なんというか行くんですけど、今年はちょっとこのもうコロナウイルスの影響でちょっとそもそもそれが中止になってしまったっていう経緯にはなるんですけども、1年生の時は本当に自分は東京から来たので、辺り一面知らない人だらけ、うん、で、なんか一部の人たちはなんか高校、まあまあ前高と高高かな、うん、はもうなんか人数が多いんでまとまっててわわやってるっていうので、なんというか、なんか正直、まあ、この旅行がなかったらなんか友達結構増えなかったかなみたいなのは感じてるんで、会ってくれて非常に感謝してます。確かに実際に非常に楽しいんで、まあ、うん、ぜひ、まあ、そろそろコロナウイルスが収まって、まあ、またできたらいいなって思ってます。うん、そうだね、こうね、グループで伊香保散策とかねしたりもするから、その中で絆とか深まったりね、最初の自己紹介とかできるから、すごいいい、ね、イベントではあるかなと思います。という感じで、質問いただきありがとうございます。では次に行きましょう。なんだろうな、どれか気になるのありますか？どうですか、天野くん。うん。あれですかね、なんかこれもまた見て驚いてるんですけど、うん、学生の声欄で在学中の先輩が語られていた一連時に必修の医の倫理学という授業はどのような授業なのでしょう、内容なのでしょうか。すごいですね、カリキュラムのことまで知ってるんですね。これもちょっと驚いてるんですけど。はい、医の倫理学という授業、まあ確かにありますね。まあいろいろね、最近カリキュラムもいろいろ変動がありますので、まあまた入ってきて、まあ、どういう授業になるかっていうのはまた入ってみてのお楽しみっていうことになるんですけど、まあ、自分たちの時はどうでしたか。大津くんどうでした。そうですね、まあ、一番その医の倫理学の授業を受けて感じたことは、うん、その今までの自分のこう先入観とか、うん、そういったものを取り払って、うん、本当に医学医療の基礎となるような患者さんと接するところとか、うん、患者さんの気持ちを考えるというところで、うん、まあ、とても自分にとって本当に大切な授業にな講義になったのかなというふうに感じています。うん、そうだね、どういう授業かっていうのはなかなか言い表しづらい授業なんですけど、すごいいい授業かなと思うんですけど、まあ中里さん、なんか気
気になってるというか心に残ってることとかありますか、その授業の中で。心に残ってるか、そうですね、うん、でもなんだろう、毎回毎回の授業がとてもなんか自分にとって新鮮というか刺激的というか、やっぱりまだまだ自分っていろんなこと見えてないんだなとか、考える力が足りてないんだなとか、人のことをまだいろいろ見えてない部分が大きいんだなっていう、具体的に説明できないんですけれども、そういう自分ってまだまだ分からないこと、知らないこと、これから知っていかなきゃいけないことがたくさんあるんだっていうことを、これは1年間通年である授業なんですけど、1年間通して知ることができるっていうのはすごい貴重な多分授業だったんじゃないかなと思います。うん、そうだね、まあ医学部に入って医師、うん、まあ医師にならなくてもいいけど医師になるためのまあ第一歩っていうところでね、どういう心構えでこれから進んでいこうかな、6年間過ごそうかなっていうところがちょっとまたなんだ土台ができる授業という、まあそんな感じかなと思います。まあ、詳しい授業の内容に関しては、まあ大学に入って授業を受けてみて、実際に自分で確かめてみてくださいという感じです。はい、質問いただきありがとうございます。じゃあまたね、チャットの方でいろいろ質問が来ているので、そちらの方に答えていきたいかなと思います。質問いただきありがとうございます。面接で聞かれた質問で軍大ならではだったとか、軍大を、研究していたからこそというものはありましたか、ということなんですけど、まあ軍大ならではだったこととかかな、面接で何かありますか。天野くんどうですか。実は面接対策というものをほとんどしてなくて、で面接本番当日面接に行って、受けた理由は何ですかって言われた時に、なんで受けたんだろうって思ったっていうのが、まあなんか自分のなんか内心だったので、そこでちょっとなんか頑張って、なんか前の人が言ったこととなんかそれをそのまま復唱したっていうこれっていうのが復唱したんですけど、まあちょっとなんで、まあ研究とかしなくてもなんとかなるよっていうは悪い例ですね。まあちゃんまあでもちゃんとしっかり結構ホームページとか見てもらったらいっぱい特色とか書いてあるので、よろしければぜひ、まあちょっと見てください。そうですね、はい、ちょっとド頭から変化球の回答が来ちゃいましたけど中里さんどうですか。そうですね、自分も面接対策は一切しなかったんですけど、しなくても困らなかったので、記憶は薄れてるんですけど、軍隊ならではの質問はなかったと思います。多分その試験官の人によって質問の内容が違うからだと思うんですけど、自分の時はなかったです。おお、そうかそうか。自分の時とか、まあ、推薦入試の面接の時なんだけど、まあ、自分はね群馬出身だったからその質問は聞かれなかったんだけど、他の2人が、群馬じゃないとこの出身だったので、なんで軍大を選んだんですかっていうところから、群馬の魅力って何ですかっていう質問が来てて、なんて答えます、皆さんだったら大津くんなんて答える群馬の魅力、なんで 群馬を選んだのか。医学部っていっぱいあるからね、なんで群馬を選んだのか、なぜ群馬を選んだのか、群馬のいいところ、群馬のいいところ、まあ来てみて分かったところは、その自然と都市の調和っていうところがすごいいいなというふうに思いました。まあでも自分の出身は栃木なんですけれども、あんま変わんないあんまり変わらないんですよねまあでもなんか自然を近くに感じられるかなって、栃木県よりも。そうですか山が近いなと。なるほど、本的な。そうなんですよね。他の2人もですね、山って答えてました山しかないのかなっていう2人とも山って答えてたから、山しかないのかなっていう感じだったんですけど、まあ実際来てみたらね、群馬いいところですのでぜひぜひ、まあもしかしたら群馬出身の方にいっぱいいると思って、もしかしたらね聞かれるかもしれないで、自分の市の魅力とか群馬の魅力っていうのをね、用意しとくといいかもしれませんという感じですかね。質問いただきありがとうございます。じゃあ次の質問に行きましょう。
大学の勉強の中身は暗記と暗記でないものに分けた時、両者の割合と、暗記でないものの中身を具体的に教えてくださいと、そして両者の量はいかほどか、高校の勉強の何かと比較して教えてくださいと、なかなか詳しい質問が来ていますが、いい質問ですね。どうですか天野くん。絶賛僕今解剖中なんですけど、うん、まあ、正直9割ぐらい全部暗記です、うん、解剖学は なんなら全部暗記です。はい、うん、なるほどな。でまあ なんだろうな、暗記じゃないものっていうのも確かにあるんですけど、うん、正直暗記してないと暗記じゃないものを理解できないというか、まあ、そもそも覚えた上で理解しなきゃいけないので、うん、なんというかまあまあ暗記です。うん、なるほどなるほど。で両者の量はいかほどか、うん、あ、うん、高校の勉強の何かと比較してか、まあ例えばこの高校だったら特にじゃあまず暗記じゃないものの方が話しやすいんで、そっちから先に行きますね。暗記じゃないものっていういわゆる考える系っていうのは何だろうな、高校だったら例えば数学とかまあ、難しい問題ちょうど今皆さん解いていらっしゃると思うんですけど、まあ、そんなのとは比べ物にならないほど、まあ、なんか簡単になります。考えるもの自体は。ただし知識の量が多分英単語を覚えていると思うんですけど、まあ、それが何だろうな、もうなんか常時常に新しいものを覚えていかなきゃいけないみたいな、うん、もうなんか何だろうな、なんだっけ、1ヶ月でなんか教科書のなんか100ページぐらいをまとめて覚えてきてみたいな、そんな感じの試験がまあ多いです。なるほど、はい、なんでなんだろうな、まあ大変ですよ非常に。2年生はこんな感じですけど3年生になったらどうですか。中里さんどうですか。そうですね、暗記って言われちゃったら、まあ、確かに覚えないといけない話にならないっていうかとは思うんですけど、それをいかに覚えられるか、覚えるようにするかっていうとこがすごい結構大事なんじゃないかなって思う。ただなんか言葉の羅列だったらそんな覚えるのに限りはあるけど、その例えばなんかそのメカニズムとかシステムの中で流れを通せば覚えられるっていうか、そう体系を理解するようにして、その細かいとこ覚えていくとか、そういうどうやって覚えていこうかなっていうとこを意識して勉強して、うんうん、そうだね、暗記と、まあ、暗記じゃないっていうけど、まあ、その理解する中にも暗記はあるし、うん、理解した上でそれを暗記するっていうか、まあ、それで自分の中に落とし込んで自分で覚えていくっていうところで、まあ、結構密接にね関わり合っていくからすごいいいですね。まあ、医学部の勉強ってそういう感じです。はい、いっぱいね覚えることはいっぱいありますね。教科書とかこんな分厚いのとかもありますけど、まあ全部が全部英単語みたいに暗記するっていうわけではなくて、まあそれこそ体系を理解するだったりシステムを理解するっていうところは結構重要になってくるかもしれませんね。はい、な感じですかね。質問いただきありがとうございます。はい、じゃあ次の質問に行きましょうか。ちょっとこれ気になったんで聞きたいなと思ったんですけど、学生生活のことについて、今までのザ・大学生のエピソードっていうところ、質問が来てるんでそれを聞きたいなと思うんですけど、天野くん何かありますか。ザ・大学生のエピソードですか。何かなんか大学生っぽいことしてそうだから聞いてみたんですけど、大学生っぽいことなんだろうな、うん、いきなり坊主にしたとか。いきなり坊主にしたはちょっとまあ大学生っぽいんですかねこれ。どっちかというとお坊さんっぽくないですかね。なんだろうな。あれじゃないですか、ひたすら友達と連日遊んでたっていうのがですね。遊んでたか。はい。どういうことして遊んでた。家で遊んでた。友達ん家に行ってひたすらスマブラやったりとか。友達ん家に行ってひたすらなんだろうボードゲームやったりとかで、なんだろうな、4時、昼の2、なんだっけ、2時ぐらいから集まって、まあ、夜の3時ぐらいに帰るみたいなことやってました。なかなかね、まあ、大学生っぽいことしてますよね。
体調には気を使ってほしいですけど、まあまあそんな感じですかね。中里さんどうですか、何かありますか。そうですね、例えば、まあ、部活動に所属しているので、うん、こういうコロナとかの状況じゃなかったら、あの夏とかには合宿が多分結構多くの部活であると思うんですけど、うん、まあ、自分の部活もあって2泊3日ぐらいで、まあ、例年行ってるんですけど、それその3日間4日間はすごい楽しいなっていうか今年行けなくて残念だったなっていう感じで、うん、こう結構朝く早くからこう眠い目こすりながら頑張って起きて練習して、で夜遅くまで頑張ったらみんなで夜中ワイワイしてっていうので、疲れるんですけどすごい楽しいなっていう思い出です。わかる。自分もあの音楽系のサークルで合宿やってたから、その一日中ね練習できる部屋っていうのがあって、ずっと夜中も練習しながら、うん、寝てた気がします。楽器、ね、抱えて寝るんですよね。壊さないように、ね、あの気をつけながら寝てました。大津くんどうですか。そうですね、まあ、大学の中で言えば、まあ、2年生の時に解剖実習があって、うん、その解剖班の中でお昼どこか食べに行こうよって言って、うん、みんなで車で行ったりとか、まあ、テスト終わったら飲み会しようみたいな感じで、うん、そうですね、そのグループで仲良く、そのお昼の1時間の中で、うん、じゃあ高崎のあそこのレストランに行こうみたいな感じで行ってきちゃうところとか、うん、まあ、あとはサークルで言うと、うん、まあ、僕の入っているサークルは本当に全国の大学生と、うん、学習したりとか交流したりとかしているので、うん、まあ、本当に高校生の時ってそういう全国の学生と交流したりすることってあんまりないと思うんですけれども、うん、いざ大学生になってそういうサークルに入って本当に楽しいなっていうふうに思います、うん、確かに確かに大学生になるとね、他の大学との交流っていうのもあったりね、一緒にみんなでイベントに集まって勉強会しようとか、そういうイベント系にもいろんなところに行ったりもするから、まあ、そういうなんだろうな、活動範囲が広がる、こういう交流関係が広がる、こういう関係が広がるとかも結構大学生っぽいかなって感じですかね。なるほど、なるほど、いい感じかな。質問いただきありがとうございます。何かじゃあ他に気になる質問はありますか。うん、どうですかね、なんかお使いありますか。ねえ、群馬大学の医学部医学科に入学してよかったなと思うことは何ですかっていうのは皆さんに聞きたいなと思います、うんうん、ね、これが最後の質問ということになりますが、うん、ラストにふさわしい質問を選んでくださった感じですけど、どうですかね、天野くんどうですか、入学してよかったなと思ったこと。やっぱり友達いっぱいできたことですかね。あの非常になんか一人できてたんでちょっと不安だったっていうのもあったんですけど、やっぱり友達いっぱいできて、まあ、日々楽しく過ごせてるんで、もう試験前とかはね、もうみんなでひひひながら勉強したりして非常に楽しい生活を送れてるので、まあ、それがまあ群馬大学来て一番良かったかなって思ってます。おー、いい仲間が得られたということで、はい、いいですね。中里さんどうですか。はい、私もまず一つ目はその群馬大学に入って、この群馬大学にいる先輩後輩仲間と出会えたことっていうのはとても自分にとって良かったことだなって思ってます。あとは群馬っていう土地が私にとって初めての場所だったので、多分群馬大学に入学しなかったら全然訪れなかったと思うので、群馬県に来て前橋市に今住んでいろんなこと知れてるのがとても今楽しいです。よかったです、群馬の魅力を知っていただけるようで。いい宝です。ありがとうございます。じゃあ大津くんはどうですか。そうですね、本当に2人の言ってることは本当にその通りで、この群馬の地で、こう共に学ぶ仲間を本当に得られたことっていうのは本当に生涯の宝になるかなっていうふうに本当に思っています。うん、まあ、あとは本当に群馬大学の学生と大学がこう本当に一緒になって、いい授業
作り上げていこうっていう本当に姿勢が本当に群馬大学にあるなっていうふうに感じていて、群馬大学入ってよかったなって思っています。素晴らしいですね。まあ、自分も群馬大学入って、まあ、実家が結構大学から近いのでそこが一番まず良かったなって思うんですね。まあ親、まあ、自分的には親元から大学ぐらい離れてちょっと生活してみたいなっていうところもあったんですけど、まあ、実際にはまあいろいろね、あの家庭的なところ、まあ親にあまり迷惑をかけずにというか、まあ一緒にいるからあまり心配をかけずに過ごせるっていうのもありますし、まあ家族と過ごす時間も取れるっていうところもあったり、まあ、あとは実家から通ってるっていうことで、まあ一人暮らしよりかは負担は自分の負担は少なくなるので、まあそういったところでまあ勉強だったりその他の活動に、うん、すごい注力できるなって思って、そういうところは群馬大学に来てまあ良かったな、まあその群馬大学自体もそういう環境が整っているので群馬大学に来て良かったなと思いましたっていう感じでいいですかね。はい、じゃあこんな感じで、皆さんの質問、質問への回答は終わらせていただきたいと思います。ということでそろそろ終わりの時間が、近づいてきたのですが、皆さんいかがでしたか。良かったですか。見せましたか。はい、画面の前の皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。それではですね、最後にですね、私たち4人から、皆さんに向けて、アドバイスを一言、させていただきたいかなと思いますので、中里さんからお願いします。私からのメッセージは、気持ち次第でどうにかなるっていうことです。見えてる、見えてますか。はい、なので最後まで気を確かに辛いと思いますが頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ大津くんの応援メッセージはどうでしょうか。はい、はいはい、私からの応援メッセージは健康第一です。健康がないと、いいパフォーマンスも出せませんしね、やっぱり健康第一だなというふうに感じています。そうだね、健康第一、健康第一、睡眠をしっかりとりましょう。かね、はい、はい、じゃあここからのメッセージ、応援メッセージはこれです。可能性は無限大ということで、まあ、僕も途中でね言ったんですけど、途中模試とかでいい判定とか出たりしてやばいかなって思ったりもしたんですけど、まあ最終的にはこうやって群馬大学に入学していろいろ楽しいことをやれているので、最後まで諦めずに皆さんの可能性は無限大ですので最後まで諦めずに頑張っていただきたいなと思います。可能性は無限大です。じゃあ最後、はい、じゃあ最後はじゃあ僕からですね。ついちゃった、まあ、これでちょっと迷ったんですけど、まあこれやればできるですかね。多分やっぱり試験前ってすごく精神的にきつい時期があると思うんですけど、まあその時期にやればきっとその時期にもやればできるんで、まあ、やったことは絶対力になりますよっていう、まあ、なんだろうな、まあ、受験し、まあ、すでに受験終わった人からのメッセージでした。はい、頑張ってください。やればできます。ありがとうございます。そうですね、群馬大学の受験生応援サイトで、ウェブオープンキャンパス特設ページも、公開中のですのでぜひご覧ください。本日はですね、チャット等でご質問もいただきありがとうございました。それでは、学生広報大使トークライブ医学部医学科編を終わりにしたいと思います。来年以降このキャンパスで皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。それではバイバーイ。